ところにやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここに行きたいと思います。輝く渓谷のデイリーチャレンジ3ですね。報酬がアーティファクトとなってます。ここのアーティファクトが、これなんだよね。草とお菓子のカバン、エリクサーのカバンですね。全部256を持ってません。まあ、できればエリクサーのカバンが欲しいんですけども。まあまあ、パワーはあんまり関係ない装備ですけどね。まあ、とりあえず、あそこに行きます。装備ですけども、冬の指先に、稲妻の矢筒と森の矢筒。まあ、海の中なのでね、森の矢筒を使っていきたいと思います。防具は影の衣と、スカルド大釜ですね。では、行きましょう。それでは、行きましょうか。うわぁ、足おっせぇな。足おっせぇな。まあまあいいか。とりあえず、矢筒があるので、よし。OK。矢が枯渇するってことはなさそうね。うん。で、今回が、魂5倍と、チキンジョッキーが、トゲを持ってるっていうやつですね。このままトゲだとしても、この装備には、ヘルスシナジーがついてるので、まあ、与えた分、これで回復していこうと思うので、まあ、大丈夫かな。オッケーオッケー。で、横道入る？あ、ちょっと待って。そうか、トゲか。忘れてた、忘れてた。いきなりミスった。いきなりミスりましたわ。トゲってこと忘れてた。まあ、横道とかには入らずに、まあ、っすぐ進んでいって出てきたキャプテンは倒す感じで、やっていきます。あ、ここどんな感じだったっけ。全然、あー、はい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 、ジャンプしていく感じね。まあまあ問題ないでしょう。問題ないし、キャプテンがねいないっていうのであれば、まあ、全然余裕でクリアはできると思う。うん、確かにデイリーさんで難易度はちょっと高めかもしれないですけども、そもそも敵はそんなに大したことないと思うんで大丈夫ですね。うん、まあでもやっぱね、海の中だったらね、森の矢筒をたくさん欲しいな。で、敵全然出ない。こんなぬるいの、いや、なんか変な湧き方しますね。湧き方がちょっと普通じゃない。え、こんなにゆっくり。うわー、ちょっと待って、イルカが来た、イルカ来た、イルカ来た。いや、イルカはね、ちょっと手を出したらこれダメなのよ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。カメを助ける？あ、なんかあったね。ああ。どんなところかをちょっと思い出してきた感じです。いやー、きつい、ここ、うん、ここ結構変更点出るときつくなるタイプだね。よっしゃ、次。いや、なんかゆっくりしたところだ、本当に。あれ、やばいやばいやばい、倒れ。回転するとちょっときつい。高低差がいまいち分かりづらいぞ。あ、なるほど、こっちからこう回っていかなきゃいけないのか。あ、なるほどね。あ、キャプテンいる。いや、キャプテンは倒したくなかったな。でもいるものは仕方ない、倒していきましょう。いや、全然ね、OK。ダイナモで、いや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 、ダイナモだけじゃ無理だぞ。倒していけるかと思いきや、意外と耐久力がある。ちょっと待って、息できない、息できない。 OK。 どうだ、まだか。シフト、よし、 OK。 いや、キャプテンいる、キャプテンいる。ちょっと待って、なんか、
え、ちょっと待って、ああ、なんかいつの間にか死んでる。あ、あれか、フグにやられたんか。キャプテンがフグにやられてた。そんなことあるぞ。で、多分もう一体この近くにいるんで、もうそいつまでは倒そうか。ああ、多分こっち側にもキャプテンいそうなので。ちょっと待って、息ができない。待て、止まるな、止まるな。歴史きついぞ。歴史になるときつい。あ、そうか。結構 H に回復するなと思ったら、流れ込む魂だわ。あ、ここいなかった。オッケーオッケー。今何？プレイヤーダメージが 40% 減少する。いや、きついわ、きついわ。オッケーオッケー。まあまあ、とりあえずこれで先に進んでいきましょう。もうキャプテンいないかな。いや、ここはね、結構、道が複雑で分かりづらい。すげえ分かりづらいな。でもなんかね、こういうところやった気はする。うん。この海ステージ結構嫌いでね、あんまやりたくはないんだよね。この動きが遅いんで。まあまあまあ、羽じゃなくって、ブーツにね、履き替えたらいいんでしょうけども。でもそれだったら、こういう戦い方ができないんでね。うん、動きは若干ね、遅くはなるけども、やっぱり、これが安定して戦っていける。ここどうやっていくの？こっち、あ、こっちか。おお、本当に。いやー、複雑だわ、ここ。ものすごい複雑な地形。そろそろ終わりかな？いや、これ、なんか強制戦闘とかあったっけ？最後の最後。いや、全く覚えてないですけども。だいぶ奥まで来た。あ！扉が閉まりそう。扉閉まって、あ、多分これが最後だわ。うん。はいはいはい。で、ここで、あれじゃない？ネクロマンサーが、出る？ガーディアンじゃなさそう。多分ネクロが出て、倒して終了っていう感じじゃないかな。これに雷が落ちるんでしょ？あ、違う？違った？おーい！一応攻撃力が 40% 落ちて、脅威まで増えてるっていうことを覚えておかないとね。うん。この通りの感じでは、敵を倒せない。いやいやいや、でも いけるぞ。うん。まあ、さすがのこの装備だよ。強い強い。うん。稲妻のやつとかもう256なんで。あ、いた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 。さあ、かっけえな。硬い。危ない危ない危ない。結構硬いぞ。危ない危ない危ない危ねえ危ねえ。来た。オッケー。おしまい。もうネームドはいないはず。うん。あとはザコだけでしょ。どう？まだいるんかい。ああ、オッケー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 。え、どこ？ゴールどこ？あ、これ？ああ、そういうことか。それでは報酬はエリクサーのカバンの256でお願いします。あ、254。はい、ということで戻ってきました。やっぱりね、256は出ないな。まあまあ、とりあえず取っときましょうか。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。